さあ審判団フィールドに入りまして、まもなく後半戦再開を迎えようとしています。前半戦を終えまして、琉球ガーデンライオンズ9点、台北プレターズ8点、琉球9ポイント、台北8ポイント、琉球が1点リードという形で前半戦を終えました。しかし双方ともにその攻撃守備に素晴らしいプレーが随所に見られており、その状況を非常に予断許さない状況によりまして、この前半戦終わっております。さあその試合の行方わからない状況にあります。その流れを後半戦どのように双方打開図るでしょうか。まもなく後半再開となります。琉球ガーデンライオンズのキックオフで試合再開する形になります。琉球のキックオフキッカーは56番のテルヤ。どうでしょう、両チームこのハーフタイムにしっかりと立て直してらっしゃるんじゃないかなと思いますね。台北はリターナーに30、22、この2人を配置しています。30はダニーヤン、22は上発射、いいところは伸ばして、残念だったところはどう修正してくるか、このあたりもどうぞ注目していただきたい。現在は1点差、9対8ですね。先ほどレシーブを受けたのがガーディアンライオンズでしたので、今回は台北プレジャーがレシーブ攻撃からということになりますね。おっしゃる通りです、はい、後半チャンスをされましたので、さあ風が非常に強くなってまいりました。この風がどのように影響するでしょうか。キックオフを迎えます。したがってキックオフはガーディアンズです。さあ琉球ガーディアンライオンズのキックオフで始まろうとしています。さあプレターズリターナー、はい、27、これはなかなか粘り強い、いいランを見せました。ナイスリターン、ハーフウェイ付近でボールデッドし、この位置からの攻撃と変わります。ビンセント・チョウリターナー27、ビンセント・チョウ。さあ1点差ということは西向井さん、はい、これあってないようなもんですもんね。あのですからここはもう言うたら台北オン48ファーストダウン10、台北自陣48ヤードからのファーストダウン10。通りでね、あのいろんなプレーが見れていいですよね。やはり全部あおっしゃる通りです。リードゴール、はい、ありました。リードあったあたりしたい、こういうところまでもありましたね。さらに安いです。いや本当です。あ中央突破、これは強い。まず中央へのプレー、ミッドウェイのプレー、キャリア22、ゲイン8ヤード、キャリア22、上発射、27、23、ゲイン7ヤード。ですから先ほどから見てるんですけども、台北セカンドアンスリー見事です。本当ですか、楽しみます。パス、パス、パスコンプリート、キャッチアンドラン、集まりがいいですね。琉球ナイスディフェンス、台北ターゲット84、キャッチアンドラン、バッド琉球ナイスディフェンス。あ、痛みましたか。インジャリータイムアウト、インジャリータイムアウト。パスを取りましたのはナンバー84ハリー・リュー。ディフェンスも出ずっぱなしとなりますとね、どうも足に来たりします。ああ元気戻りました、見事です。タンカーを乗らずに今サイドラインへと、はい、一つで、ね、こちらの方は一旦プレーが止まりましたので出ることになります。ハリー・リュー、台北サーラン4、ボールオンオポーネント、はい、45、そうですね、残り4ヤード。さあこれをどう取るか、そうですね、琉球の人はこの止めたいですか。中央中央なんて微妙なところが押した琉球、ナイスです。踏ん張ります。さあしかし判定はどうなるでしょうか。
どうでしょう。取りましたね。今取りました。攻撃権更新となりました。タイペイファースト、ナイスラー。西審判がこうやって手を、ね、出しましたので、ここでタイペイプレターズ中央のプレーにより攻撃権更新を果たしました。タイペイファースト。チェーングルーが動いてフレッシュ、新たに4回の攻撃を獲得することを。タイペイオポーネント41ファースト&テン。そうなんです。さあ相手陣41ヤードからの台北攻撃です。立ち上がるね、非常に一つの大きなポイントですから、ここはなんとかしのいでもらいたい琉球チームです。クォーターバックトラブルスカンブ、パスを投じようとしましたがカバーされていたため急遽ランプレート変えました。ディフェンスも対応しましてゲイン1ヤードに留めております。クォーターバックを止めるとなりますと1人は難しい、ダブルチームでいかないとということですね。キャリア12トーマスジャン選手は引き継げることができますから。そうですね、他が空いてくるのでね。タイペイセカンドダウン9、クォーターバックというボールオンオポーレント41 40。しかしここは大きなゲインを与えていません。そうですね、およそ2ヤード、ファーストダウンまでは8ヤード。ただもう敵陣に入り込んでいる台北チームです。さあボールを投げてターゲットは右サイドを見てどうする。キュービーサーク、ここでクォーターバック12番下がりましたが、そのそこの隙を見計らって琉球90番がキュービーサーク。素晴らしい反応で QB サックを仕留めましたの、決めましたのは琉球ガーディアンライオンズ90番の高見沢。宮古島シーホースから参戦しました今季 X リーグ参戦のプレイヤーとなります。大きなプレーが出ました。サードダウンで残り17、8ヤードってところでしょうか。そうですね、はい、結構残ってます。ここで台北後半1回目のタイムアウトを取りました。まあ、どうしてもね、相手の頃は攻撃のばかりで行くんですけども、ディフェンスで大きなプレーが出ると大きいですもんね。一気に流れ変わりますもんね。おっしゃる通りですね、今のは本当にそういう意味では注目に値するというか、はい、大きなビッグプレーが出ましたね。素晴らしいプレーが出まして琉球ここで台北を一旦追い込む形にしています。さあ台北、しかしこの状況打開図るサードダウンのチョイス、どのようなプレーとするでしょうか。いろいろできるんですね。プレー再開。台北サードダウン16、ボールのオポネント49。まあ、パスのシチュエーションになるんでしょうけども、はいはい、いやいや、ここはどうするんでしょう。ポジション的にはもう無理できないですよね。そうですね、ここはランプレーです、はい。さあランプレーを投入しました。ラニバックは22番、しかし攻撃権更新に至っておりません。フォースダウンと変わります。さあこのパットトリカルのターン、後半戦まずは大きな1つのポイントになりそうですね。ちょっと今あのここでしたら1点差なんで、まあ、フィールドさえ良ければフィールドゴールということですが、はい、ちょっとこの曲距離が残ってますので ね、 そうですね、はい、難しいと思いますね。今置かれているボールにプラス10ヤードを台北フォースダウン11、ボールオンオポーネント43。おー、じゃあ行きますか。行きますね。キックよりは、まあ、ロングパス、あ、いや違います、行きますね。パントフォーメーションチョイス、チョイスパントフォーメーション、パンター12。さあ琉球板に入った。これはタックル外した、ナイスリターン。リターナー80番、自陣38ヤード地点からの攻撃を獲得しました。果敢なリターンを行いましたのは琉球ガーディアンズ80番の村田。ここはクォーターバックが大きなプレーがあって、ボールに入りました。
さあ攻撃しのぎました琉球、攻撃に今度は入ります。ボールオンは自陣39ヤードから琉球ガーディアンライオンズファーストダウン10。やられた感じがありましたけど、見事なね、キュービーサックもありましたんで、この辺のところをこう繋いで、ディフェンスの活躍をオフェンスだ。さあ、どうだ、この期待に応えられるか、中央。さあ、まず中央へのアンプレー、キャリア33番、味方ブロッカーを生かして、約4ヤードのゲイン。いや、おっしゃる通りで、ね、先ほどからね、キャリア33番は中本。流れが傾いても、全然、おはぼです。もうあのどちらが一方的なゲームではないので、我々にとりましては琉球セカンドアンシックス、ボールオンは自陣44ヤードアメリカンフットボール、今回初めてご覧になっている方がいらっしゃったら最高のゲームをご覧になっているんじゃないですか。パスだゴー、パスだ、ナイスキャッチ。クォーターバックならん中央に配置したワイドレシーバー3番にパス、3番カバーされながら見事キャッチし攻撃権更新です。琉球ガーデンライオンズファーサー、パスを通したクォーターバック7番は藤原、取りましたワイドレシーバー3番は池口。琉球相手陣45ヤードからファーサー10。中央へのアンプレー、台北ディフェンス集まりましたがそれを弾き飛ばすように中央へのアンプレーをランニング枠33番決めまして約4ヤードのゲイン。中本選手見事です。本来ですね、パワフルなランを見せております。キャリア33番は中本、駆け切っているというのはランニングバックの基本でありますが見事ですね。琉球相手陣42ヤードからセカンドダウン7、失礼セカンドダウン6に転生します。再び中央ランペ、今度は右オフタックを突破。キャリアは同じく33番、相手タックル受けながら約4ヤードのゲイン。でも本当は体力というものでしょうけども、ね、さあそのパワフルな馬力を生かしまして地道にしかし着実に前進を図っております琉球。中本のランプレーがどこまで進むでしょうか。琉球サーラウン2、ここでホイッスル計算に入れてるでしょうからね。さあウォータータイム、あウォータータイムですね。やはりこれぐらいの時間になってまいりますと本当にできればここでウォーターブレイクが入ります。おっしゃる通りです。お尻ちょっとつけたいぐらいですよね。日は陰ってまいりましたが、まだ暑さ続いております。熱中症対策としてここで審判団、レフェリータイムアウト、ウォーターブレイクを入れました。しかし、いい攻撃続いてますね。いや、本当におっしゃる通りでいい攻撃。先ほど西向井さんがおっしゃった通り、ここはどのプレーにするかななんてね、選択をこう考える、反対にディフェンスに考えさせるいいリズムできてますもんね。おっしゃる通りです、はい、もうこのゲームをきっかけにあのどうぞ沖縄でもますますアメリカンフットボールというスポーツが人気が出てくれば本当嬉しいですね。嬉しいです。関西の盛んですよね。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。琉球の攻撃、琉球相手陣37ヤードからサーダウン2。全国でこういう展開されると嬉しいですね。さあどんなプレーをしてくれるか。キュービーキープ、クォーターバックならん自ら中央へ突進、これでファースト攻撃権更新、ファースト奇襲というべきクォーターバック自らの中央突破によりまして琉球攻撃権更新としました。果敢なランプレーにより攻撃権更新しました。クォーターバック7番は藤原。さあこれで琉球相手陣34ヤードに入りましたのファースト10。1回で休んだとはいえですね、前半の疲れが蓄積されてますからね、もう大変だと思います。本当にあの少人数ですけども頑張ってらっしゃる、もう頭下がりますね。さあボールが出て強い
プレー。キャリア10番にハンドオフしまして左オフタックルへ突進、約3ヤードのゲイン、失礼、4ヤードのゲインに訂正します。第3クォーターも1分54秒キャリア10番は5ヤ、そんな時間ですか。単純計算で言えば3ヤードか4ヤード。さあここでレシーバーとしてのゴヤをランニングバックに投入しました。琉球セカンドダウン6、再びゴヤのランプレー、今度は中央突破を図らせます。オフェンスラインの中を潜り込むように約3ヤードのゲイン、今度はゴヤの突進により陣地を徐々に押し上げていきます。さあそういった意味ではここはもう力勝負と読んだのでしょうか。中央中央へ堂々と突っ込んでいる、そういったところであります。いやこれは疲れますね。本当大変です、精神的にも疲れます。琉球サーダンスイボールオン相手陣28ヤード、実の強みであります。やはりこのゴリゴリペグのこのゲームにかける意気込みであります。オールストライク、ここはタイペイナイスです。この距離をゴヤのランプレーで突破を図りました琉球、しかしそれをタイペイ21ナイスタックル、ワンヤードロス、なるほど、グッドプレイ21チャリーチュー。この日ですからね、まあ、おっしゃる通りで敵陣ですからね、敵陣のこちらが30ヤードの内側ですからギャンブルということの選択も、フィールドボール、琉球フィールドボールトライ、キックレングス44、キッカー90、およそ45ヤードのフィールドボール、フィールドこれは残念ながら外れましたか。キックノーグッド、なるほど、まあ、でもあの非常にフィールドボール失敗により攻守交代となります。評価できますね。ここで第3クォーター終了となりました。スイークォーターエンド、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。